チェビオで実況、ササラ提督のか、こ、で、始まります。始まります。提督が鎮守府に着任しました。これより艦隊の指揮を取ります。提督、また会ったね。モガミだよ。僕の飛行甲板どう？似合ってる？てなわけで、第32話2016夏イベント E-3 第2次マレーオプ海戦を始めていきたいと思います。今回は仲間になった場面を録画し損ねたこのカンムスの紹介からスタートです。横須賀生まれ横須賀育ちの秋雲さんだよ。カゲロウ型の中でも圧倒的な航続距離はナグモさんの目にも止まって一航線に入ったんだ。っていうか自分ではユーグモ型だと思ってたんだけどな。制服も同じだし、まあいいや。その後五光線の護衛を務めたよ。昇格随格も書き残したかったな。てなわけでボータムクラウド先生こと秋雲ちゃんが着任です。丸見えですね。それでは今回のスターティングメンバーを覗いてみましょう。今回は連合艦隊での出撃です。まずは機関に防潤の最上を配置。赤城、加賀、昇格の正規空母の3人に高速戦艦の比叡と霧島を配置した。かなり高レベルな第1艦隊を組み上げました。続けて第2艦隊は第2電ちゃんを機関に意外と優秀なクマちゃん、それから史実艦として鈴や鳥海、初雪、春菜とルートの固定に必要なメンバーを入れたつもりの中途半端なレベルの第2艦隊が組み上がりました。まあ先に言ってしまうとこのメンバーじゃなくても一応のルートは確保できて、さらに言うと史実艦のメンバーも足りていないので理想のルートではなく一応の方のルートを通ることになります。後で気がついてそっとメンバーが交代されますが、とりあえずってことでこのメンバーで空母機動部隊を編成です。それではイベント海域 E-3 に出るの？そう来なくっちゃ。今回も基地航空隊が使えます。今回はきちんと第二航空隊も配備したので、それぞれを適当な位置に配置して、恒例となりました除染の潜水艦船から張り切って攻略していきましょう。いけドライ装填です。左側に敵艦だとか。さてさて突撃いたしましょう。なのです。当たれ。甘い甘い。まずは無難に貫通です。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。意外に優秀なクマちゃんってよく言われるクマ。この分岐は空母機動部隊なら C に進みます。いけサミダレを集めて林って場所なんで。なのです。この勝利で安心してはダメ。索敵は先生を大事にしないと。頭の中で何かが。当然のことをしたまでです。特別な評価なんて春菜にはもったいないです。綾波型駆逐艦さざ波です。ご主人様、航海艇さざ波と読みます。理想の舞台ではないのでここは B に進みます。空襲で航空基地がダメージを受けました。いけ
実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。戦争には勝ちたいけど、命を助けたいっておかしいですか？理想の舞台なら B に寄らずにまっすぐ G に行けたんですけどね。行け！で沈めてやるわ。そんなこんなで鳥海さんが改造可能なレベルになったので
とりあえず回にして A パートは終了になります。これは気持ちの良いものですね。てなわけで B パートに続きます。何それ、意味わかんない。3万はあ、何バカ言ってんの。え、私も嘘でしょ。いや、やだ、引っ張んないでよ。ここからは目継ぎの収録、 B パートのスタートです。 H のダブルダイソンが厳しすぎて、そちらを警戒すると G で大破という泥沼な状態にはまってしまったので、とりあえずギミック解除してダブルダイソンを弱体化させる作戦に切り替えることにしました。ギミックの解除には A、B の航空船を無傷で突破と、ランダムの空襲を無傷でしのぐ必要があります。 B は1周目ですでに S 勝利を達成しているので、ランダムの空襲を待ちながらまずは A の航空船に挑戦してみましょう。 B の分岐を A に行くには艦隊を空母機動部隊から水上打撃部隊に切り替えるだけで OK です。てなわけで編成を少しいじって A に向かいましょう。無事に A マスの防空に成功しました。ちなみにこの後はランダムの空襲が来ることなく、鬼門の A 地で大破撤退です。続けて12回目の出撃もまた空襲が来ないまま、鬼門の A 地で大破撤退。そして13回目の出撃、ようやく A マスで空襲が来ました。ダメみたいですね。この後は A 地で大破撤退。14回目の出撃、 C マスで空襲。ダメみたいですね。航空隊で使う手持ちの艦載機が弱いので、資源の回復も兼ねて攻略は一旦お休み、艦載機の開発を始めました。ちなみにこの後はもちろん A 地で大破撤退です。3馬量ですって。行くなら行く、はっきりしなさいな。私も行くから。単焦灯もよし、これで大丈夫ね。B パートから5日後、それなりの艦載機を揃えて C パートのスタートです。今のは惜しかったですね。この後もまた A 地で大破しました。さあやるわよ、攻撃隊発艦。どうだ、参ったか。どうだ参ったかといった結果、やりましたね。あとは新宿に戻って音が鳴ればギミックの解除が成功してダブルダイソンのマスが弱体化されます。ちなみにこの後はまだ弱体化されていない A 地で普通に大破が出たので、とりあえず野戦をしてみました。追撃戦に移るか。魚雷発射くな。直撃だと、この程度の我が輩は沈まぬ。まあ、地方は、そう、まあ、そうね。随行の航空隊が活躍したの。やった、天空もらって、頑張れば活躍できるのよ。これが従来相関の実力ってやつよ。ああよかった、活躍できて。僕はシラチー型駆逐艦チグレ、こ
ろしくね。この後、音が鳴るはず。艦隊が帰投しました。みんな無事かな？てなわけで、リミック解除は成功です。それでは早速、弱体化した英知に挑んでみましょう。お弁当、食べる？28回目の出撃はボスにも届かず英知で大破。
撤退カルマにはだったのですが、アガノ型軽巡2番艦のしろ着任しました。よろしくどうぞ。新鋭アガノ型軽巡の2番艦のしろです。能代独自の飛行機運搬機場がチャームポイントなんです。レイテ沖海戦でも主力の栗田艦隊の一員として頑張りました。能代さんをドロップしました。たわわな北半球と南半球ですね。それではラストファイナルリベンジマッチ29回目の出撃です。ここでまさかの空襲でした。ふざけた奴らだ。ここで沈めてやる。とりあえず E の3がクリアできました。次の作戦海域の攻略が可能です。というわけで夏井部は E の5まであるのですが、実はこの時点で8月31日の午前5時、夏井部の期限が同じく8月31日の午前11時までなので、さすがに諦めて今回のイベントと動画はここで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。アキーベ始まっちゃったね。次回に続きます。ザーラ姉様大丈夫？ポーラ飲んでませんって。おう、なんだ提督、なんでしょう、飲み会ですか？